優勝候補日本 A チームです。とかはスーパーリンペイ、これは3兄弟で出てるわけですね。はい、非常に珍しいですね。右側が長谷川慎一長男、そして左側が勝秀で次男、そして真ん中が雪光で三男と3兄弟で出ています。この真ん中の雪光は個人戦でも優勝してますからね、はい、2冠なるかどうかというところです。去年行われましたスペインのですね、グラナダの世界大会でも団体型でチャンピオンです。あ、今日はどうですか見てて。そうですね、安定してます。一人が山梨、あと二人が東京ということで、三人の一番いい時のビデオを撮って、それぞれそれを見ながら練習を積んできたというこの日本 A チームです。その練習の成果が出てるようですね。はい、足の動き、手の動き、この辺も非常によく揃っています日本 A チーム。やはり兄弟というのはなかなか息が合いやすいんじゃないでしょうかね。そうですね。一緒に練習することは少ないということなんですが、やはりこう通じるものがあるんでしょうね。そうでしょうね。この辺も気合がかなり乗っています。あ、この辺もうまく調和しています。決まりました。日本 A チーム得点は 26.4。